一回シャンパーに行ってみよう。あの MP を使っていけば多分大丈夫だと思うんですよ。マヌーサとか、あとは魔法使いでヒャドレンだとかでいけばそこそこ戦えると思うんで、でいけな、もうこれダメだわってなったら、あの塔飛び降りてルーラで戻ってくる。とりあえず回収できる宝箱の回ね、おい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 、そうこうしてるうちにまたいっぱい出てきたな。これとりあえずはまあできることを少しずつやっていこうって感じだね。下見的な下見大事なんだよ。下見、いいじゃないの。ちょっと待って、これ攻撃ばらけさせたくなってきたな。こればらけさせたらあんま良くないか。いやいいよね、悪くないですよね。いやいいですよねこれね。はい、オッケー。まあそれによってはやっぱ薬草を大量にね用意したりもしなきゃいかんだろうし、まあいった感じどうなのかっていう手応え的なのはちょっと感じておきたいですからね。普通に殴っても大丈夫かこれ。まあでもやっぱ火だめちょっとまだきついっすよねこれね。結構きついっすよね。よーし、北斗さんレベルアップ。北斗の男はレベルアップ。HP7 ポイント。おおおお、魔法一つ覚えたよ。何かな？何ですか？来た来た、ギラですよ。ギラさんがいらっしゃいました。グループ攻撃だよね、多分。また一歩ってこれ。一歩、来た来た来た。もう絶好のギラの試し打ちの相手が来たじゃないですか、これ。ねえ、試し打ち。どんぐらい入るもんかな。まあ多分単体のヒャドの方がダメージは大きいと思うけど、ああ、だよね。効かないってこともあんのか。まあ、でも、まあ、こういう相手には結構使える。結構使える。やっぱどうしても全体攻撃の分、火力は若干落ちるってことで、OK かな。そういう認識で OK か。まあやっぱりボス戦はヒャドレンだっすねこれね。ルカニじゃねえや、スカラを来たな。スカラをばらまいて、ばらまき終わったらヒャドレンだみたいな。まあそこまで MP 残ってりゃいいんだけどね。やばい、マヌーズ外れた。 OK、 危ないなあ。リキューさんどうもこんばんは。よし、橋がある。この辺はまあ大丈夫だけど、カニがねまた結構な火力だからね、きついんすよね。 OKOK 大丈夫だ。やっぱ鋼強いね。こうなるとやっぱ、いやもうどうしよう、あれもこれも欲しいみたいな。あれもこれも全部欲しいみたいな。来たな、コウモリ男。こいつもなかなかの火力だから。マヌーサ&ギラで。うわー、食らうな。結構な高火力。魔法トーンが、いやー、やられた。さあ、これしっかりあれだもんね。封じ込められてもさ、しっかりあの、MP 削られるというか消費されだもんな、これな。封じ込められて、発動はしないけど、MP は減るっていう。この辺はやっぱりちょっと安心っていうか、親切設計ではない感じ。だったらもう、コウモリ男って肉弾戦で挑んだ方がいいのか。前2人で殴って、後ろ2人は防御とか、そっちの方がいいのかな。
わかんねえけどな。はい、階段があって、多分こっちに行けば宝箱があるんじゃないのか。どうなんだ、重い男。ちょっとそっちの方いい気がするな。まあ、あれだね。前二人で殴って、基本前二人で殴って、後ろ二人はもう、防御でいいのかな。いやー、それだとこういう4体とか出てきたとき、ちょっと厳しくないですか。ワンパンで倒せるんだったらいいけどね。いや、まあ。もうね、やっぱブーメラン欲しいよね、ブーメラン。ブーメランがね、欲しいね。全体攻撃欲しいね。さあ、なんか、いいの入っててくれ。キメラ、まあ、キメラか。おいでくれてたし、これ親切にこれね、キメラおいでくれてたんだろうけども、ちょっと、なんとも言えないな。いや、こういう展開になるとやっぱあれだよね、武器防御欲しくなるよね。さあ、上下、どっちかな？上行ってみる？ギズモ。なんかギズモってやばそうな気がする。ギズモ。ギズモ魔法、あ、大丈夫か。なんか魔法ってくんじゃない？ギズモって。違うかな？なんかギラとか、なんかね、撃ってくる気がしたな。あ、こっちなんか入れそう。おい。これが正規ルートなのかな？来たー。サマヨちゃんが来たよ、サマヨちゃん。マヌーサー。あとは、使った方がいいけどな。戦うでいいか。OK。よし。OK。オッケー。もう、さまよちゃんはね、敵じゃない。あー、これ正規ルートっぽいな。で、一回登ってみるか。登ってみて。なんかっぽいな。正規ルートっぽいから、ちょっと、下の方行ってみよう。なんかすげー強い武器とか、出てくる可能性もあるからね、これね。これ、やっぱ薬草だな。薬草を買ってこよう。極力、ちゆきの MP、ちゆきと北斗の MP を使わないようにしないとダメっすね。魔法なしじゃちょっとね、噛んだったら勝てない気がするな。大盛り男。まあほとんど、まあ所詮まあほとんど撃ってくるからな。 OK。 いいね。さあ殴ってもうね、僧侶があの鎌持っても敵と戦ってますからね。なんかあの僧侶のイメージと全然違うけどな。いきます。いや、やっぱね、何歩、うわ、いきなりはずるい。不意打ちはずるいよ。何歩も歩かしてくんないっすね。あー、食らうな。おい、やっぱ7とか8とかのダメージは結構つらいっすね。防具だな、やっぱ防具が。おーっと、僧侶の会心の一撃めっちゃ怒ってますよ。僧侶の会心の一撃すーごいことになりそうだね、これね。めっちゃ怒ってます、これ。
あーと、ちゆきがだんだん MP がなくなってきたぞ。なくなってきましたよ。また来たな。マヌーサは使いたくないけど使った方がいいな、これな。うわ、やばい、効いてない。やばい、危ない。危ない。相手にね、攻撃をさせないっていうこの、やっぱね、先手大事ですよ。相手が大物手で上がる前に食いたんで逃げるみたいな、食いたんで場を流してしまうみたいな感じでこう。ギラだな。もう戻るか。中期ちょっと苦しいからね。戻って回復してまた塔登ってって感じで行こうか。とりあえずルートはもう確保したんで、ここまでのルートはそうしようか。もう撤退。はい、戦略的撤退です。これは戦略的。ハザーブ戻ります。はい。そしてお金がそこそこ溜まってる。溜まってる。はい、いいねこれね。ちょっとあの鎧とか買え、あ、鎧は買えないか。盾とか買えるんじゃないの。鉄の盾は買えるか。どうすか、どうすか、ちょっと我慢して鋼もう一本いっちゃうこれ。どうすかこれ。いや、鉄槍でもいいんだよね。鉄槍、どうすかこれ。鉄の盾、いや武器でいきたい、武器でいきたいな。とりあえず宿屋だな。宿屋。武器を買って、多少防具が薄くても、薬草で乗り切るとか、ちょっと甘いかな。いや、でもやっぱ主人公、せめて主人公だな。主人公の守りは厚くした方がいいよね。いや、やっぱ僕はあのオフェンシブに行きます。オフェンシブに、はい。いや、わかんないですよ。これもしかしたら塔を探索したら鋼の剣ね、宝箱で眠ってる可能性もなくはないですし、それはわからんからね。とりあえず神田の手前までは行こう。で、神田をチラ見してまた戻ってくるみたいな。OK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 さあ、これが大事よ。この下見するっていう、下見は大事ですから。どうしましょうか。こうだな。こうです。もうね、攻めていかないと。オフェンシブで素早さが下がると。いやー、だからこの辺の素早さ、アップとか、バフだよね。神田と相手にバフを打ち続ける、なんて言うんだろう、隙ってあるかな。一人一人に、スカラバラ、まあ、スカラはいいか。スカラは魔法使いだからいいとして。だからスピードアップのピオリムとか、まあ、先手打てりゃすげえ楽なんだけど、ピオリムとかルカニとか打ってるかな。ルカニはデバフか。デバフ、どうなんすかね。打てるかな。いやー怖いな、神田と怖いな。神田と怖いけど、怖いけど喧嘩売りに行こうとしてるからね、今ね。OK。いいね。軍隊ガニも、まあ、割と戦えるようになってきましたよ。初め来たばっかの時、カッチカチだったけどね。軍隊ガニ。カッチカチでもうダメージ通らない感じだったけど。まあまあまあ、いやー、ギズモがいっぱいだ。これは、なんか嫌っすね。ギラで。なんか魔法打ってくるイメージがあったから、早めに倒してほしい。あー、メラか。
メラか、なんか嫌だな。まあでも魔法使いボコってきましたからね、ロマリア付近で。大丈夫でしょう。はい、オッケー。あ、69ゴールド、めっちゃありがてえわこれ。ありがてえ。最下大丈夫かな。ワンバトル、もうワンバトル大丈夫な気もするけど、どうかな。もうワンバトルいけるよね多分ね。よし。で、正規ルートは上、正規ルートは上です。大丈夫か。まあまあ大丈夫でしょう。いや、やっぱそうだよね。オフェンシブに行こう。鋼の剣をもう一本買おう。まあ、火力が上がればそれだけ、まあ、バトルも早く終わるってことだよね。多分ね。火ダメは、ある程度こう、計算できない部分はあるけど。倒しきれ。この倒しきれっていうところで、きっちりね、倒しきるのが大事だから。やっぱオフェンシブに行ってもいいかもしれない。オッケー。まあまあ、本ちゃんね、本ちゃん挑むときはしっかりこう薬草持ってきますから、うん、まあ、まあまあまあ、まあまあ大丈夫だと思います。道中はね、まあほとんど、結局これよ。オッケー。このコウモリ男もちょっと主人公と最下はね、ワンパンでこう落とせるぐらいまでなりたいな。なんか落とせるときと落とせないときあるんだよね。はい、オッケー。よしよしよし、いいぞ。どうです、だいぶ成長が見られたんじゃない。出だしは本当にね、安定しなかったからね。本当に安定しなかった。いった回心神器、オッケー、クリティカル。よしよしよし。さあ、ここからは、ここからは道。ここからは道です。ちょっとどう進んでいいかわかんないけど、ここ入れそうだと。おおおおお、なんかありますよ。なんかありますよ、これ。神田とのエロ本とかだったら困るけど、来た、お金だ。これありがてえわ。神田たのエロ本ではなかった。よし、これで鋼買えるな。これで鋼は買える。どうします？買ってくるか、いや、行けるところまで行こうか。まだ余力はある。まだ余力はある。OK。よーし。OK。いいね。おおお、北斗さんレベルアップ。なんか魔法覚えてくれてもいいんだぜ。いいんだぜ。あ、来た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 。なんだろう。なんでしょうかと。おおおお、スクルトだ。来た。これはありがたい。これはもうだいぶ、あれなんじゃない？近づいたんじゃないか。ちょっと、お化けキノコはうざいな、これ。だいぶいい感じになったんだよ。ちょっと試しに使ってみようか、スクルト。これで、よりあれだね、武器優先していってもいいんじゃない？より、どうよ。いい、え？封じ込められた。そういう動き遅いからな。ちょっとどうしようかな。回復しとくか。あ、じゃあ、封じ込められてる可能性あるから。よし。2匹の方から行こうか。一撃で落とせるかどうかわからんけど。あ、落とせるな。あ、オッケーオッケーオッケー。よし、わかった。よし。いいね。いいんじゃない？このタイミングでね、スクルトを覚えたってのはかなり大きいんじゃないの、これ。
これはもうね、神田と倒せって言われてるような気がしますよ、これ。いけるでしょ。いけるでしょ、これ。いや、残念ながらね、僕は死にませんよ。僕は死にませんよ、そう簡単に。仲間はね、たくさんね、死にましたけど、僕だけでも生き残りたい。自分だけでも生き残りたい。OK。いやー、やっぱそうだね。主人公を一撃で落とせるときと落とせないときは、なんかムラがあるな。なかなかちょっと、まあ、ほとんが来る。はい、どうもこんばんは。いらっしゃい。ゆうたろうさんだね。こんばんは、いらっしゃい。くそー、何歩も歩かしてくんねえな、ほんとによ。えい。よし。俺は死にたくない。まあでも人生ってわからんからね。わからんもんですよ、人生って。いつ本当にね、ぽっくりあの世に行くかわからんし、あれこれ、バトルなったりとかしないよね、大丈夫だよね。この通りは盗賊どもがいるらしいで、知ってる。知ってる、知ってる。てか、この人も十分盗賊っぽい出立ちだけどね。もう見た感じ怪しいやつって感じだけど。こっちが正規ルートだ。こっちが正規ルートだ。オッケー。お化けキノコ、あー、眠らせてくんのがめんどくせえな、こいつも。まあでも毒とかじゃないから、いいでしょう。何度も言うけどね、このね、人生縛りはね、毒が本当に相性悪いんで、毒は常にも気をつけたいんすよね。OK。あと油断だな、油断。油断はなるべくなくしたい。もう、勝てる相手にはもうね、コテンパンにも、ぶちのめして戦っていかないと。あー、なんかついたっぽいな。ついたっぽいぞ。うわ、毒芋虫、倉庫行ってたら毒芋虫来ました。これちょっと不安だな。不安だな。ちょっとヒャード使って、こうこうか。オッケーオッケー、いいね。いいんじゃない？いいんじゃない？かなりいいチームだよ、これ。これ薬草持ってきたら、とりあえずここまでは、まあ、なんとかなるな。この感じからいくと。ただ、神田田線はどうか、どうかなって感じ。わー、また、このフロアにいきなりこの毒の虫が出てくるんだよな、これ。どうにかしてこれね、この主人公ご一行を毒にさせたいみたいな。そういうのはね、感じ、わ！13とか効いたし、今。めちゃくちゃ効いたよ、今。今、HP 余裕あったから良かったものの。良かったもののですよ、これ。マジか、これ。いかんいかん。こいつ先に倒さなきゃ。いや、スクルトで、固くするっていうのも、ありっちゃありだけど。どうだ？ OK。甘い気眠らせてくる。お前もかい。あ、じゃあ、お化けキノコか。どうか。これで、倒しきれなかったか。いや、これ、毒不要が怖いよね。毒不要怖いっすよ。はい。HP は大丈夫かな。ちょっと、本当によ、もうよ、何歩も歩かしてくんね。くっそー。なんかもうね、全然歩かしてくんねえもんな。はい、オッケー。もうね、戦士はね、レベルが上がれば上がるほど、ほんと、HP も上がるし、攻撃力も、まあ当たり前っちゃ当たり前なんだけど、その1レベル上がることによってのその上がり幅がね、やっぱ一番期待できるのが戦士だからね。言う
射がなんかね、思ったより伸びないのよね。HP とか、MP とか、なんか半端なんすよ。これ、行っても大丈夫？これ、ここに多分カンダダがいるんですよね。だよね。よし、というわけで、村戻るぞ。回復して、鋼買ってきて、で、いやー、どうしようかな。いけるかな、鋼。スクルト連打とかでいけるかな。いや、まあ、それで挑んでみますか。ダメだったらもうしょうがないだな、これな。それで負けたらもうしょうがないですね。ここまで、このフロアまでとりあえず魔法使いと僧侶の MP は使わない。おい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 、もう本当によ。いやー、どうしよう。スクルト、ちょっと毒湯虫先に倒しちゃってくれ。なんだったらここで MP 使い切っちゃってもいいぐらいの気持ちで、どうせ戻るんで。キラダでギズモ、結構激戦よこれ。ゲイオッケイ、ホットも一回キラだな。はい、どうもソライズさん、こんばんは。よし、ちょっと待てよ。回復しといて、回復しといて、塔から飛び降りる。これ普通の人だったら即死ですよこれ。これでも死にますから、間違いなく。はい、ルーラで戻っての、よし、鋼買おう。鋼を買います。憧れの買う。はい、じゃあ主人公に持たせて、よっしゃー、これでまた火力が上がった。これさすがにさ、魔法使い魔法使いはさ、鎌あれだよね、装備できないよね。いや、できないね。だよね。オッケーオッケー、わかりました。いや、これ、魔法使い鎌装備できたら逆に怖いけどね。売ります。じゃあ、この、違う。あれだね。鎌を売った金で、薬草を買おうか。オッケー。いや、でも、あれ、いや、ちょっと防具も買いたいな。1000いくらでしょ。ちょっと防具買おうか。いや、頑張れば、鉄の鎧買えるな。いやー、これ、鉄の鎧を買って、いや、鉄の盾を買って、鉄の盾だな。鉄の盾を買って、余った金で、薬草だな、これ。えい。いや、大したがらね。まあまあまあ、でも、ファミコンだったらこのぐらいの上昇が結構ね、劇的に変わったりするからね。でもやっぱ鎧なんだろうな。聖堂の盾売ります。はい。よっしゃ。じゃあ、やるや止まって薬草買って、毒消し、どうすか買った方がいいかな。毒芋虫がね、なんか嫌な予感するんですよね。どうなんだろうな。でも毒消しなんか持ってたんじゃない、持ってねえか。キメラも売ってもいいんじゃない、2つあるからな。1個、毒消し1個しかない。キメラとりあえず1個売ろう。さあ、こっからなんだけど、
毒化粧を買うか薬草を買うか聖水っていう手もあるな。いやちょっと待って、聖水っていう手もあるぞこれ。いやいやいや、聖水っていう手もあるな。薬草買っとけ。いやでもね、お金貯めたいっすよね、どっちかというと。戦って行って、経験値とお金もらってっていう、そっちの方がいいよね。うん、そうしよう。ちょっとなるべく聖水は、よほどエンカウントがストレスになった時じゃない限り、聖水はやめとこう。はい、聖水ね、聖水。あの、下ネタじゃないですよ。下ネタではないのでね。オッケー。北斗。これで一人二つずつ持ったけど、枠いっぱいまで持たせた方がいいかな。あー、持ってない。持てない男ですよ、僕は。あーダメだ。いやーほんと何個もアイテム持てないぞこれ。うわー枠攻めーなー。まあしょうがないですね。この当時のこの作品はこの辺のねデータ量がいっぱいいっぱいだったんでしょうね。よっしゃーオッケー。行くぞ。薬草いっぱい持ったし、これでなんとか神田田いけますように、いけますようにですよこれ。